タイガ君がニューヨーク歌劇団に来てこれでもう5ヶ月戦いにも慣れてきたみたいだね。隊員の被害もほとんどないし、私の代わりとしてしっかり指揮してくれています。そんなことないさ、あんたは頑張ってるよ。最初はただの坊やだったけどね。よくやってる。リカの教育の賜物だ。タイガさん素晴らしいです。私ついていきますから、ご指導お願いしますね。ん？どうしたのスバル、さっきから黙ってるけど。別に僕が言うほどのことはない。
リカ、貸して。パズルはこれで完成だ。新聞ちょっと借りるよ。すごいです、全問正解。ふわー、リカがやるのに、スバルのバカ。スバル、やりすぎだよ。リカがクロスワードパズルを楽しみにしてるのは知ってるだろう。もう行く。ブラムにコーヒーはいらないと伝えておいてくれ。行っちゃったか。あんなスバルを見るのは久しぶりだよ。坊やが来る前はね、よくあんな感じだった。最近はみんなとも話すようになったし、変わったのかと思ったけど。あの、先ほどスバルさん、この記事を気にしてたみたいですけど。女性像？高値で落札？でも、スバルさんが気にするぐらいですから、何かあるんでしょう。リカのパズル、スバル意地悪だ。後でパズルの本を買ってあげるよ。みんなで一緒にやろうな。本当に本当だな、約束だぞ。わーい、くるくるくる。できたわよ。はい、腹ペコさんたち、お待たせ。わーい、ご飯だご飯。
次は私とリカがハーレムでスバルと出会うシーンか。スバル、準備はできてるかい？お前何やってんだよ。衣装に着替えてないのか？スバルは練習などしない。必要性も感じない。それに僕が付き合えるほど二人のダンスは上手くない。特に理科が良くない。え、理科？足の動き、体全体のバランス、プロのダンスとは思えない。理科は舞台を降りるべきだ。言っていいことと悪いことがあるだろ。分かって言ってるのか？当然だ。分からないのならもう一度言おうか。リカのダンスはなっていない。今の君たちとは踊る気になれない。リカ頑張ってるのに。いい加減あったまきた。朝のパズルのことといい、理科に恨みでもあるのか？別に、僕は僕のままだ。いつも通りにしている。君たちが変わっただけだろう。わけのわからないこと言ってるんじゃねえ。それ以上言うなら私が相手になってやるぜ。皆さん落ち着いて、喧嘩はやめてください。ダイアナは引っ込んだろ。こいつだけは許せねえ。殴らせてくれ。止めるな、シンジロ。こいつだけは勘弁ならねえ。サジータさん、タイガさんの言う通りですよ。まずは話し合いを。あんなこと言うやつとどんな話ができるんだ。考えてもみろ。スバル、何かあるなら言ってみろよ。特にもういいだろう。スバルさん、失礼する。追うなよ。あんな奴ほっとけ。もう知ったこっちゃねえよ。ケシがついた。今日の練習はここまでだな。いいか、行こう。屋上に行ってジュースでも飲もうぜ。うん。ええ、確かにいつものスバルさんなんですけど、何なのでしょう。おい、ダイアナも来いよ。おごってやるから。あ、はい。すみません、タイガさん。それでは。
Thank you.